韓国、日本、台湾のメンバーからなる TWICE。 ファンにとってはこれ以上のメンバーはいないと思える最高のガールズグループ。今日はそんな TWICE 内にはびこる不仲説について書いていこうと思います。マーキュー名もいるメンバーが寝食を共にし、一緒に仕事もしている手ですから喧嘩することもあるでしょう。アイドルだって人間なので気が合わないメンバーがいても当然かもしれません。というわけで、これはという決定的場面を交えて TWICE の不仲説を分析していきましょう。デビュー後からたびたび不仲と思われる姿が確認されているナヨンさんとダヒョンさん。ダヒョンさんがアップで写っている中、同じく後ろで顔が写されているナヨンさん。それに気づかなかったのか、ナヨンさんはダヒョンさんを一別し、鬱陶しそうな顔で目をそらしています。なかなか怖い瞬間ですね。ナヨンさんからダヒョンさんの手をつないだものの、ダヒョンさんが恋人つなぎをしようとした途端、手を引きへがすように話したナヨンさん。仲が良い人にはしないような仕草ですよね。ダヒョンさんと一緒にいたチェヨンさんにくっつき歩いているナヨンさん。ついていこうとするダヒョンさんを引き離すように、チェヨンさんを誘導するような形でダヒョンさんから離れるように歩くナヨンさん。ダヒョンさんが迷うような素振りを見せている後ろで、鬱陶しそうな表情を浮かべているナヨンさんの姿が映っています。ダヒョンさんが持っているおそらくチョコレートのようなものを力ずくで奪い取るような瞬間も撮影されていました。ダヒョンさんがコメントした後、ナヨンさんがそっけなく対応し、表情が思わず固まったダヒョンさんの姿も映されていました。二人が不仲というわけではなく、単にナヨンさんの機嫌が悪かったり、もともとの性格でダヒョンさんだけへの対応ではないといった見方もあるようです。しかしながら、ダヒョンさんへのこうした対応が具体的に動画として公開されているため、不仲説が出ても仕方ないのかもしれませんね。少なくとも仲がいいとは言えない証拠ばかりでした。港桃は TWICE の中の日本人メンバーです。そんな日本人メンバー同士の2人ですが、不仲の噂が流れてしまっているようです。あるカメラでのインタビュー時に、サナと桃が話していた際に、ミナがカメラに映り込み、カメラを独り占めするような場面があったのだとか。その時の桃、サナの引いた顔、嫌がっている顔が取り上げられました。そのシーンから、不仲なのではよく思っていなさそうという意見が出てきたようです。一部では桃がミナをあまり好いていないのではないかとの噂も。ミナと桃は同じ関西出身で、過酷なオーディションを支え合って乗り越えてきたメンバーです。不仲という決定的な根拠のある内容については調べても出てきませんでしたが、長い付き合いだからこそ素直な気持ちをぶつけられる存在なのではという印象を受けました。ある番組での挨拶のシーンで、ジョンヨンがみんなの頭を強く押しお辞儀をさせたという噂が。しかしこれについては、ミナのお辞儀が浅かったことから、真面目なジョンヨンが頭を押したのではという意見や、ふざけてやっているようにも見えるなどと様々な意見が上がっていることが分かりました。ジョンヨンはグループ内やファンたちからもガールクラッシュと呼ばれるほど、かっこよさが魅力のメンバーです。それは見た目だけではなく、性格もしっかりとしていて、真面目、真剣に物事に取り組む姿勢から、男らしい、紳士的などと言われることも。それらから少し強気の性格であることから、これらの場面が切り抜かれると不仲の噂として上がってしまうのではと思います。ジョンヨンは
TWICE のお母さんとして、掃除屋メンバーを頼もしく守ってくれる存在として、メンバーからも慕われています。一生懸命愛嬌を振りまこうとするツイさんに対し、バカにするような仕草を見せるナヨンさん。冗談だとしても、かなりきつい部類のような印象があります。これについても、ツイさんと不仲だからというわけではなく、ナヨンさんの性格によるものの可能性はありますね。練習生時代からライバルとして高め合ってきたサナとも、ね、切磋琢磨しているいい関係に思えますが、たびたび感情をむき出しにしてしまうことがあることから、不仲説が流れているようです。とはいえ、あまり目立った不仲エピソードはないようなので、実際にはお互いを認め合っているのかもしれませんね。TWICE の仲良しメンバーとして知られているナヨンとモモですが、そんな2人の間に起きた不仲エピソードがグラス事件です。スイスでランチを楽しんでいた際、モモとナヨンが同じグラスでお水を飲んでいたのですが、両者とも自分のグラスだと言い張って譲らないという事態が起きました。モモによれば、ナヨンは左手のグラスで飲んでいたから自分は右手の水を飲んだとのことですが、ナヨンはそれを否定。お互いに一歩も譲らない小競り合いが発生しました。しかし、このやり取りを見ていると、お互いに近い関係だからこそできる姉妹喧嘩のようにも見えますね。いかがでしたでしょうか。メンバー同士のやり取りが動画でネット上に公開されていることが多い TWICE メンバーの皆さん、TWICE は人数も多いですし、気が合わなかったり気持ちがすれ違うこともありそうですよね。喧嘩が全くないということはないと思いますし、機嫌側、類比などでたまたま素っ気ない対応になったというパターンもあるのかもしれません。しかしながら、メンバー同士仲が良さそうにしていることも多いため、今後も仲のいい姿が多く見られるといいですね。